ついにあれから、はい、実現しました。ショータイムゴルさんです。いくよ。うわーやばはい、こんにちは、ムネズです。こんにちは、太郎です。ちょっとついに、はい、来ましたね。来ましたね、はい、この時がついにあれから、はい、実現しました。まさかのビッグコラボです。お願いします。で、本日登場していただきます、ショータイムゴルさんです。イエー、出たー。でかー、でかー。お願いします。お願いします。やった。よろしくお願いします。やっとどうも、大ファンです。いやー、福岡まで。ありがとうございます。いや、ごめんなさい、メンバーシップ入ってます。リンドバーグの一日店長した時も、新宿高島屋まで来ていただいて。ファンのファンです。ありがとうございます。ファンです。日本一チャラい。ファンです。いや、やばいですね。いや、自分たちももうずっともう YouTube、ね、はい、研究する、まあ、始める時からずっと見てるんで。マジですか。いや、ゴルファーであんま知らない人でいないですもんね、うん、知名度が。こっちのセリフじゃないですか。いやいや、もうこっちのセリフ。何をやってるの。戦いですよ。ということで、今日はショータイムゴルさんも、コラボっていうことで、この後動画一緒のタイミングで上がってます。はい。はい、で、一応18ホールの対決ですよね。はい。でもプロが一人いますから。そうなんですよ。ああ、プロ何人います。84いったな。あら。俺らしょっちゅうね。日曜さん半日テレビで映ってる中84ぶちぎってた。広島テレビの試合で84さん。どうも、プロです。いや、エンターさんはどんぐらいでもあるんですか。110。それは、ね、悪い時は悪いで。いや、でも今日本当にあのドラコンを捨てて、うん、勝ちたいと思って。おお、やばいよ。ガチで。いやガチめに。ガチ。いや、うめえからな、マジで。どうします。もうこっちの合計とこっちの合計みたいな。ああ、いいっすね。はい、あ、それちょうどいいかもしれないです。あ、本当ですか。はい、いや、合計危なくない。大丈夫だって、さすがにプロだから60。やばい大丈夫でしょう。まあ、じゃあガチのチャンネルで、ガチでガチ対決、うん、いきますか。 OK です。じゃあチーム戦なんだ、これ一応ストロークってこと。こういう合計とこっちの。あ、そう、個人戦ってこと。いや、合計ですね。合計の、はい、ストロークの合計のチーム戦ね。なるほど。で、僕らが、はい、じゃあ負けたらショータイムゴルフさんの視聴者さんにアマゾンギフト券出た。5万円分、懐かしい。甘ギフに。あれ持ってるわ。やっぱ違うわ。じゃあ俺から甘ギフ10万円。おわー。カンパしましょう。いや、こっち何だっけ。クラブプラス。マジっすか。ちょっと、しょぼくなりますね、自分たち。じゃあ、まあ、僕たちといえば天岐阜なんで。天岐阜なんで。僕たち行ったらクラブプラス。ということで。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。やばいぞ、ゆうすけ。いつか大丈夫ですか。これやばいっすね。ちょうどいい。今、自分からでいいですか。じゃあ、こう行きましょうか。上。セブンヒルズはね。こっちも、ホームよ。ホームなんで。ほぼホーム。暑いね、今日も。やばいな。よし、お願いします。はい。マジ体大きい。起きてない。全然左で起きない。左を見ない。いや、すごいいいところ。素晴らしい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。ドライバーで。お願いします。ました。久しぶりに。これ出さないと、これを。おいしょー。よっしゃー。めちゃくちゃ欲しいやん。完璧でしょ、これ。うまっ。完璧。ショータイムゴルフ完璧。これ自分たちのチャンネルなんで。あ、そうだそうだそうだ。あ、そうだそうだ。すぐ間違えた。さすが、おしゃれ。
うわぁ音やばい、ね、あら、えぐいえぐい、いや、すごいわ、ナイスショー、ナイスホール、緊張するね、でかい、でかい、マジで、よろしくお願いします、画面に入る、ちょっと飛び出ちゃう、左から頼む、マンスラして、うわーやばーやばすげーね、やばい、そうナイスナイスショーです、見ちゃダメだね、いやいやいや、見ない方がいい、これは本当によかった、すごいね、やっぱりこう、ミスミさん系の球ね、そうね、今似てるっすかね、いやでもミスミさんがすごいとこは、はい、ドラコン用のクラブでコースであんな精度いいのがやばい、そうなの、そうだよ、ヨスミさんの精度ってやっぱやばいんやね、いや、やばい、あの、技術力がやばいです、ああ。行きましょう、ありがとうございます、ありがとうございます、ボールゴルフだやばいついに、え、福岡はあんまり来ないですか、自分初めて行きました、俺も初めてですね、初めてなんですか、逆に、意外と、いや出身はどこなんですか、今日も東京、あ、東京なんですか、自分は茨城、あ、茨城、はい、あ、茨城、あ、一回行ったな、スターツ風間って言って、渋いっすね、渋い、渋い、僕たちも関東であんまゴルフしたことなくて、あ、そうなんですね、もういや、撮影でその松坂大輔さんと行ったぐらいですよ、はいはい、あ、行ったね、あれスターツか、あれは、いや、あれはですね、平川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 、はい、の2回だけです、スタートは試合で行ったんですよ、はい、九州はあんま来ないですよね、この間の広島のそれこそ試合、そうですね、九州は来ないですね、はい、ああ、鹿児島よく行ってた、前は。鹿児島ですか、逆、はい、に行ったことないですよ、鹿児島は、ボール左に、自分も左に行きます、あれだっす、一旦じゃあ降りましょうか、そんな飛んでない、さあ俺、こんな大事な時に俺、シャフト変えてしまったんや、ドライバーはベンタス、ベンタスに変えてしまった、なんかやっぱ、ちょっと振り急いだね、うん、いつもはディアマナです、ねえ、いやー、ずっとコラボしたいねって言って、やっぱ関東やしさ、俺らが福岡におるけんさ、なかなかコラボとかできんもんね、ちょっと行けないからね、ゴルフ YouTuber ってやっぱ関東の人多いよ、うん、160ヤード、はい、8番アイアンで行きます、はい、おお、ナイス、はい、オッケー、乗ったかな、止まったかな、奥やね、あの、タロさんナイスオンって言った、うん、あ、乗ってる乗ってる、よし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 、来ました、ど真ん中、ど真ん中やけど、見て、あれ、翔太くんのボールやばいっすね、飛びすぎ距離が違いすぎる、じゃ125、はい、ピッチングでいきます、はい、いやーいいね、さらっとゴー、ナイス、今日は太郎さんとチームっていうのがね、ちょっと心強いな、飛びすぎて俺見てやばいっすね、あれが翔太くんで、その先にエンタさんの上でやばいっすね、いや70、はい、60度だ、はい、いやー、ナイス、やば、マジか、55ヤード、はい、ボールちゃんよりもうちにつけれる自信ないかな、頼むよ、ちょっと待って、うまいで打ってんだから、うまいで打ってんの、弱い、あ、いい、あ、弱い、まあまあまあ、大丈夫です、まあまあ、パーは取ると、マジか、
残りいくつって言いました？エンタ55です。55、はい、いやいや、トール君も本気出していたら300は飛びますもんね。そうですね、当たれば一番最初のこのあれも何だっけ、2年ベスト68、あ、違うか、それは違うわ、1年半年で、あ、そうですよね、1年2ヶ月でパープレー、すごいですよね。あの一人ゴルフもめっちゃ見てたもんな、一人役です。エンタさん、あのティーショット何割ぐらいだったんですか？いやでも、ほんと6ぐらいなイメージですで、自分やっぱフェードじゃないと入んないんで、枠に、はい、久しぶりにパター持つわ、懐かしい。あ、やってる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、それではお先です、はい、おーい、おーい、あれだ、おーい、あ、ダメだ、ミス喜んじゃいけない、いいってそういうサービス、すいませんマジで今日ちゃんと取りに来てるの、翔太さんが、視聴者さん嬉しいよね、どっちでも、確かどっちが勝ってもどっちかなんかもらえるけど、翔太さんがあの位置つけたからね、ボールのマークぐらい見たいんじゃん、じゃあバーディーパット、はい、ボールのラインを見せる感じ、おっと切れない、ナイスタッチ、おー、ナイスタッチ、あー、まあまあいったね、うまい、うまい、お酒いきますね、はい、いい、はい、いきます、ナイスパー、ナイスパー、これがお酒だわ、ナイスパー、ナイスパー、バーディーパットいきます。おい。カモン。カモン。そのままよ。そのままよ。来た。よっしゃ。おお、ナイスバーディー。マジか。なんかダブルスっぽいね。これとチーム。すごい。やばい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 。やばい。このままむずいし。うわ、ナイスバーディー、あら、さらっと、あら、やったわ、やったわ、あんだけ飛ばしといて、おお、待って、違うんだよ本当に、ちょっと待って、あの、修正するからちょ、パターが久しぶりすぎて怖い、パター久しぶりってどういうことですか、ラウンド、あ、ラウンド全然できてなくて、あ、はい、ラウンド自体久しぶりだった、そうなんですよ、さしてくんないんですよ、なかなか、さしてくんない、俺のせい、はい、いやでも今のナイスバーディーでマジで朝一からめちゃくちゃぶっ飛んでましたね、2人とも、ないわ、太郎さんちょっとビビってました、このまま70ヤードずっと置いてかれるんで、いやめっちゃやばいけど、太郎さんのスイング見て、あ、めっちゃ綺麗なんですか、あの動画で見るよりめっちゃ綺麗ですね、あ、マジっすか、はい、実物の方がなんか力感ないっすもんね、いや近くで入れれんのよ逆に、いや生で見た方がやっぱすごいわ、感動する、けどやっぱこれは作戦か、これは作戦なのか、これはちょっと気持ちいいぞこれは作戦なのか、これはすごいね、ユースケやっぱやね、距離がやばい、遠い距離で、ね、バーディーだからさらっと、いやいやいや、あんな難しいパット前の人見てるからといえど広いとこ褒め合いますね、今のところ褒め合いますね、今のところ様子を見てますね、お互いの、そうそう、あんな置いてかれることないんじゃないですか、めったにないっていうか、めっちゃ置いてかれた、70ぐらい、70ぐらい、で、トチさんがボージーです、どうすんの、何してんねん、ちょっと待って、ちょっと待って、何してんねん、何してんねん、うちはもめ早速、1ホールででは、11番344のパー4です、はい、はい、右側のバンカーより右行ったらちょっと、はい、OB、
ナイスショー。お、やべ、カットされた。まあ大丈夫か。うん、大丈夫。リズム良かったね。いやー、ちょっとどうなるかと思ったけど。よかった。ナイスショー。T ちょっと忘れ。なんか普段しない。どうよ。どうよ。新しい音楽で今年のトレンドだ。強引に噛んだけど。もう大丈夫。いやー、ナイスショー。フェアウェイ。しゃあ。はい。ドライバーで。お、連発。いけましょう。これルーティンにしましょう、これを。フェアウェイに置きたいね、ここは。いや、ナイスショー。うまい、やばいって。これいいんじゃない。アマチュア。ナイスショー。プロいる。プロいるね。真ん中です。いるね。ナイスショー。仕上がってる。仕上がってるよ。いや、切るな。マジで、すごい。うわ。スライス。うわ、もうちょいもうちょいもうちょい。帰ってきた。大丈夫でしょう。あ、やば。あ、危ない。あ、出た。大丈夫っすよね。キャリーあそこか。キャリーがえぐい。キャリーえぐいって。滞空時間がすごい。オノフいいっすよ。ドライバーは何使ってるんですか。オノフですよ。自分はオノフ。オノフはもうチャンネルに付いてるんですか。全然付いてない。付いてない。なんかいつもオノフのね、うん、確かに。あ、イメージ、イメージですね。あ、そうなん、自分は良くて使ってます。ラウンドだとオノフで、コースだと、あ、コースかね、あのドラコンだと自分はフォークです。あ、もうその長尺とかなんか、そうですね、ロフトが立ってるんで。ロフトも、あー、2人とも飛ばすのって。いや、やばいよ。全然負けてて今、うん、今の、やられてるよ、これワニに負けてた。全然見たことないよね。いや、見たやってるわ。優秀にいないと思うな。やばいよ。いや、でもちょ、シンプルにちょ聞きたかったのが、その YouTube のことなんですよ。なんで始めようと思ったんですか、ゴルフ系。多分一番走りじゃないですか。あ、何年前。もう6年半。6年半やばっ。いやいや、やばいのは2年。そう、2年で、で17万、18万。なんか 何言われてもね、なんか。いや、もう自分はもう1人じゃないんで、太郎さん出たりとか、いろんな人出てるんで。確かに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 。太郎さんとほぼ俺が握ってるから、すごい。いやいやいや、15万人の太郎さんが連れてきた。おお、あ、おめさん6年か。ベテランになっちゃいました。息が長いですね。2年ぐらいでもうなんか苦しいんですよ今。苦しい。やっぱ毎日投稿もしてる。あ、でも毎日投稿してましたもんね。苦しい胸中を語る。ドキュメンタリー番組。マジできつい。胸中を語る。胸に通る。毎日投稿やばっすよ。すごいっすよ。やばい。でもポンポンポンって連続で上げてる時なかったんですか。3月、12月は。ああ、やっぱ上げるんですね。やらせー。何がある。 お金が収益が高くなるんで。やらしい。やらしいこと聞いてる。いや、俺も飛ばない方じゃないよね、ユースケ。いや、太郎さんも300飛ぶじゃないですか。ねえ、ここはるかに超えてる。ちょっとやばいぞ、ユースケ。マジでこんなに置いてかれてる太郎さんが。あんまないよね。じゃあセカンドいきます、はい、98ヤード、はい、50度でいきます。左からスライス。ちょっと今ダフったぞ。乗った、乗りましたね。乗ったね。やばい、力入ったわ。
バーディーパットを打てそう。まあ一応乗りました。はい。はい。はい。うわ、ラフ。うわー、ナイスです。パワーで、ね、すごっ。どうも。吉田さん、クラブが近づいてきてます。マジ？え、ちょっと出てました。飛びすぎだよ。OB？ いや、飛びすぎも多分キャリーでいっとるやん。これ、バスの差で当たってからいっとうけん。ちょっきな、うん。俺、カート見て跳ねてここやけん。えぐいよ、多分やっぱ。えぐい。プレ4で行きますかね。プレ4ルールで。はいはい、94、はい、55度、あ、56度でいきます。うまい。あ、もうちょっと。ナイス。うい。ここ、もうなんか。じゃあ、この延長線上で、何の延長線？新ルール、新ルール違ったって。新ルールそうっすよね。新ルール、新ルールそうだよ。新ルール延長線上だ。やばいって。こう入れてパー80。マジか。いや、近っ。ナイスです。まあ、二人は初見のコースなんで。いやいやいや、そんな探り探りで。そんなそんな。ここはよく来られるんですか？ここは結構撮影で。あの、もうホームグラウンド。ホームグラウンドです。全然見てね。ちょっとやってる。今パター自慢が始まった。パター自慢。パター自慢が200万。え？パター、え、これ言っていいんですか？あ、いいですけど、スリーパットしてるんで。そうやった。いや、でもやばいパター使い。おい、あ、おい、パターはパターなんだ。プレゼント企画あれですプレゼント企画あれはやばい。あれはやばい。変更。トルコ登りでいいよね、ずっとね。登ってますね。あとなんかちょっと。登らで。の、ぬれぬれで。どういう意味ですか、たぶん。いや、濡れとんよ。グリーンがそう、あ、そういうのいらんのか。男だけやから。男祭りかけよう。重たく塩を上り、ぬれぬれ。はい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 、いいね。あー、垂れるか。もう、切れる。重っ。日陰涼しいですね。
ナイバー、はい、こんなガチな太郎さん見たことない。わっしー、今のは入ってよかったよね。まあいいでしょ今のは。まあまあ、まあ、です。こっちラインやってね、はい、いい方向に打ててるよ。だから違うテイストガチだな。ああ、ナイスです。ナイスパ。やばい。すいません。また2打差。やばい。待って、歯が立たない。ゴルフは上がってなんぼです。あ、はい。ご存知。いいですか、これパター見てた。おしゃれです。すげえ、やばい。おしゃれです。タイガー・ウッズとかと、なんか使ってたらしいです。あ、そうなんだ、はい。このなんか船底ソールがこれめちゃめちゃ珍しいらしくて。はい。けど入らないですね。なんでだろう。値段じゃない。値段じゃなかったかもしれない。あー悔しい。次のショートとか長いやん。そうね。ね、何万で映っちゃうの。判定はね。ね、すごいねやっぱ、うん、飛距離やっぱ。やばい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 。その飛距離がすごくてね、こう視聴者さんもさ結構質問コーナー募集したけんさ。今回ね。飛距離系の質問めっちゃ多かったです。エンターさんのいつからゴルフやってるの。16年前ぐらいですか、ね、6年前ぐらい、はい、もうドラコンがほぼですか、ね、最初ドラコン、あ、最初ドラコンから入っちゃってるんで、はい、もともとスポーツは野球やってたっすね。野球か、大輔さんのことめっちゃ詳しかったっすもんね。ああ、そうそうそう、本人がびっくりするぐらいの超マニア。いやもうめちゃめちゃ大輔ヒストリーに。いや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 興奮してましたね。いやもう普通じゃ回れない人っすからね、ほんとに。大輔さんは特別ですよ。そうですよね。僕も野球なんですけど、一応でももう小学校か中学校までしかやってないんで。そうですね。そうそうそう。いやけどやってるって言えない。スイングがのあの綺麗さが出てる気がする。何歳からショートさんやってるの。僕は10歳ですね。10歳か。それはずるいよな。ショートさん今おいくつですか。29。あ、29。30の代です。あ、ユースケと一緒だ。1個下ね。あ、ユースケは31。ちゃんと言っちゃうんだ。もっといいよ、上からだんだん。いやいやいや、やっちゃった。エンタさんは、あ、自分32かな。32？ すいません、36です。いや、ミスミさんより下なんですか。下、1個下です。あ、1個下なんです。はい。トールさんが自分30、今年3ですね。今年3、33です。近い、一番下なんで、もう一番どん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 やっちゃってる。カン君って何歳なんですか。僕の1個下。あ、下なんですか。若いっす。貫禄が、貫禄。いや、いいこの男臭さが、うん、男祭りっす。最近トールゴルフに求められてた。そうですね。そうっすよね。あのコメント全部見てるんだよ。女の子のマナーがね。じゃあ12番ホール221ヤードでしたっけ。はい、パー3です。4ユーでいきます。正解は4ユー。あ、宮城届かない。パッ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 パ。あ、いいところ。おー、行く。おお、ナイス。いいとこ。完全にフェード打ちに行ったね。ね。うまいわ。そうですね。あら。ああ、今日はクラブ本気出したらうまいんですよ皆さん。あのコメントで最近なんか最近うまくなってないみたいなこと言われてたんですけど、めちゃめちゃうまいです。メンタル来るもん。ダン。やばいやばい。もうクラブプレゼントしようかな。これあげるわ。やったわ。待って待って、いや続くわ俺それ。
置きに行きます。お置きに行く7番ウッドで行きます。7番ウッド220よね、トールね。はい、いやおぉおいしょ、うますぎ、来たナイスショー近い、うますぎいや多分仕上がってますよガチにこれはやばい、仕上がってる、ちょっと上げてよ。うわどうしよう、今頼むわ。なんかリンクカップのダブルスリーガチじゃないですかちょっと4カルでおしゃれ、フェードしたい、うわー、フェードしなかった、カッで、でかくね、これ取ったね、あ、でかくない、もうちょいもうちょい、あ、オッケーオッケー、手前がね、すいません、なんか、うん、大丈夫です、やったわ、ナイスです、うわぁ、うわぁ、ナイスです、あっ、ホールゴルフうまさで売ってる売ってるわ、これはうまいうまいよ、うまさでは売ってないです僕は、僕はうまくないです全然、僕はチャラさで売ってるんで、チャラさもです確かにチャラさが出てない今日、チャラさが出てない、出せないのか今日は、チャラさがはい、行きましょう、おはようございます、はい、お願いします、いや、だってエンタさん、どんぐらいなんですか、ベストは、ベストは68、いや、すごい、いや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 、けど4年前に出たっすね、あ、もう4年間出てない、ゴルフ始めて、みっちりなんか2年間だけゴルフする期間あって、その時に、あの、ゴルフ場着いたら、ドライバーパッて出したら、ポロってヘッド落ちたんですよ、で、一番上のクラブが 2番アイアンしかなくて、それ打ったら、なんか68です、当たり前ですよ、そうです、まあ、そう、あの飛距離やったらもうちょっと曲げただけで、そうです、さっきみたいになっちゃうんですよね、はいはいはい、いやー、いやいろ、僕ら62、62やっぱ、何年前、もう5年前そういうそういうのってもうパターが入るんですか、なんか全部いいんですか、もう全部よくて、パターも入るんですよ、ピンとかもしちゃう、やばいっすね、ベストは、いや、自分70で60代今年に出したいんですよ、え、で出てないっすか、いや、で、やっぱマネジメント、マネジメントでみんなに言われるんですけど、マネジメントなんかあるない、動画見ててもそんな感じないけど、どうなんかスタイルがあるんですよ、もうバンバンドライバー振っていくみたいな、それを貫いたらいいんですか、いや、そっちの方がいいっすよ、ビッグスコアは絶対出るっすよね、うそうっすよね、はい、出てなかった、また揺らぐこれまた揺らぎ、ボールが揺らぎます、いやでも最近固まってきてるんで、もうそうなの、はい、ちょっと今日お見せします、もう無視無視いろんな外野のあれは無視よ、無視ですね、あんだけ飛んでたら自分のスタイルで行こうぜ、自分のスタイルでいいんですね、いや本当にめちゃめちゃ武器だけどな、あの子が今、いやじゃあ今日は貫こうぜ、貫きます、貫いてね、生でいきますか、52度で、はい、あ、ポッコンした、あ、でも夜あのユウスケがフォローしてないってことは結構ひどかったんですか、集中してるあのフォローで有名なユウスケがフォローしきれなかった、変な気を使う、フォローで有名なこんな暑い中フォローで有名なんですか、スイートフォローで、ではバーディーパッティキャスト、いや、全然弱い、おー、うわっ
うおー、ナイスタッチです。ナイスダボです。オッケーです。オッケー、ありでいく。もう4人で見せようか進行的に。うん、登りはね、ゆっくりだね。アンチが入らない。これでもか。ナイスチェス。ナイスパー。ナイスパー。うわー、惜しい。惜しい。これ大事。じゃあ、頑張っていきます。いやナイバー。じゃあ、次の4、5、6は、はい、ショータイムゴルフさんの方で上がってますんで、はい、そっちの方もチェックお願いします。お願いします。すこやられてるわ。トール君と翔太君、どっちが飛びます？身長一緒ぐらいですよね、まあ、でも次ロングなんで、ちょっとその答えをはっきりさせたいと思います。完璧だ。やばい。14か。超完璧。やばいよこれ。